ロッキード・マーティン・プレデターは、アメリカ合衆国、ロッキード・マーティン社製の近距離射程対戦車ミサイル。アメリカ海兵隊において、FGM-172 スローとして採用された。また、以前は、スロー MK40 m o d 0とも呼ばれていた。発射の前にいては目標を3秒間追尾する必要がある。これにより、内部システムは、目標の距離、方向、 速度を算出し、目標とミサイルのコリジョンコースを計算し、照準線を決定する。発射されたミサイルは、慣性誘導によりこの照準線に従って飛翔する。つまり、プレデターは目標を追尾するわけではないという点で、非常に得意なミサイルであり、この点では、非誘導の対戦車ロケット弾とも近い。しかし、慣性誘導装置を有するため、対戦車ロケット弾よりも、 はるかに安定した弾道を描くことができる。また、目標追尾式のミサイルは、シーカーが目標を捕捉する、必要上、一定程度の最低射程が生じてしまうのに対し、本機では、完成誘導を採用したことにより、最低射程を17メートルにまで大幅に短縮しており、近距離での構成能力に優れている。終末工程においては、 トップアタックを行う方と直撃コースを採用する方の2種があり、アメリカ軍では前者を FGM-172A、後者を FGM-172B として配備している。ありがとうございます。